どうすかこれ、いいでしょう。え、これって30万ぐらいするやつじゃね。また買ったのか。まあこのくらいは持ってないと。お前はいいよな、結婚してないからそういうことできて。俺たちみたいに結婚すると大変だぞ。先輩たちは大変っすね。嫁が小遣い増やしてくれればな。俺の名前は金原智也、一部上場の企業で働く、まあ、いわゆるエリートサラリーマンってやつだ。仕事はうまくいってるし、周囲との仲も良好。とは言っても先輩たちみたいにさっさと結婚して小遣い生活なんてしたくないから独身を貫いてる。とはいえ恋愛を諦めたわけじゃないんだけど。よう寺内、お前相変わらず地味だな。はあ、お前みたいなやつは全然モテないぞ。いつも何して遊んでんだ。いや、僕あんまりそういう遊びとかしないんで。うわー、つまんねえやつ。そういうやつが仕事できると思うか。すいません。まあいいや、お前みたいなやつは適当な女と結婚してさ、嫁に財布握られてお小遣いがないよとか言って過ごせばいいんじゃね。もうお前みたいな童貞には無理な話か。ごめんごめん。もういいですか、そろそろ休憩時間終わりですし、デスクに戻らないと。真面目だな、ほんとつまんねえやつ。さあって仕事も終わったし行くか。お疲れお疲れっす。お前今からどうすんの。そりゃもちろんあゆみちゃんのところに行くに決まってますよ。お前連日あそこに行ってないか。毎日行かないと落とせないじゃないですか。落とすってお前、相手キャバ嬢だぞ。俺なら落とせますって。俺あゆみちゃんのためにみなりには相当気を使ってますからね。みなりだけで落とせるとは思えないけどな。何言ってんすか、まずは見た目が重要ですって。まあいいや、飲みすぎるなよ。えーお寺内、お疲れ。お疲れ様です。俺今からキャバに行くけど、お前も行くか。僕そういうのはちょっと。うわー、やっぱお前童貞だわ。キャバに飲みにも行けないとか、どんだけ童貞なんだよ。つまんねえ男。それで給料何に使ってんだよ。将来のために貯めてます。うわ、ほんとつまんねえ。金なんて使わないと意味ないんだぜ。それを貯めるとか、ほんとバカのすることだわ。お前を誘った俺がバカだった。じゃあな、童貞くん。あ、智也さん。ああ、あゆみちゃん、今日も来たよ。わあ、嬉しい。俺はこの子を狙っていた。名前はあゆみちゃん。俺の話を聞いてくれるし、可愛いし気が利くし、本当にいい子だ。俺はこの子を落とすためならいくらでも使ってやると決めていた。あゆみちゃん、今日も可愛いね。そう？ありがとう。あゆみちゃんと話さないと毎日仕事やってらんないよ。お仕事そんなに厳しいの？仕事は簡単だよ。俺に任せればパーッと終わらせれる。だけどさ、同僚がつまんないんだよ。つまらないって？上司も先輩も後輩もみんなつまんねえ。俺みたいに高級な時計買ったりとかスーツ買ったりしないで、ずっと同じのに使ってんの。そんなにケチケチしていいことあるのかよって感じ。智也さんはいっつもおしゃれだもんね。そうなんだよ。この前もオーダーメイドのスーツ頼んできたし。今度それ着てお店に来てよ。もちろんもちろん店に来るよ。あ、そういえば少し前まで一緒に来てたお友達ってどうしてるの？最近見ないよね。あいつは飲みに行く金がないとか言って来なくなっちまった。稼げない貧乏人だからしょうがない。ふーん、そっか。まあそんな貧乏人よりも俺のこと見てよ。俺はあゆみちゃんしか見てないんだしさ。私も智也さんは特別だなって思ってるよ。え、本当？じゃあ今度同伴出勤とかしてみない？あ、ごめんね、ちょっと予定が埋まってるの。空いたら智也さんを誘ってもいい？
いいよ。いつでもあげちゃうからさ。エイミさん、あちらのテーブルで。あ、はい。じゃあまた後でね。うん、じゃあね。お客様、どうされますか？これ飲んだらお会計するわ。わかりました。あのさ、俺の歩みに慣れ慣れしくしやがって。タワマンに住んでるんですか？すっごい。今度見に来るかい？いいんですか？じゃあ今度行きます。私タワマンって理想なんですよ。あゆみはタワマンが好きか。あゆみが高級なものを身につけてる俺になびかないのはタワマンに住んでないからか。なるほどな。一流の女は一流の場所も欲しいってわけか。俺が絶対にあゆみを落としてやる。タワマン、タワマンと、これか。なかなか広いな。家賃は50万。うわ、たっけー。あれ、でも下の階数になると安くなるんだな。ワンルームは見栄えが悪いし、せめて 1LDK くらいないとあゆみちゃんは納得しなさそうだな。でもそうなると30万か。今の2倍以上、結構厳しいな。どうすっかな。もうちょい考えるか。とりあえず休憩。金光さんの動画配信でも見よっと。今日も金光のバブリーライフを見てくれてありがとう。今日はお悩み相談来てるからそれ読んでみるわ。金光さん、こんばんは。動画楽しく見ています。私は今マンションを買おうか迷っています。どのくらいの家賃のものを買えばいいでしょうか。なるほどね。俺ならちょっと無理するくらいの家を買うね。その方が仕事に張りが出るだろ。その方が絶対にいいって。中途半端に安いやつ買うとマジで無駄だから。なるほど、金光さんがそう言うなら間違いないな。ま、30万ならちょっと無理すればなんとかなるしな。よし、タワマン買っちゃいますか。俺、引っ越しますわ。へぇ、どこに引っ越すんだ。ほら、駅の近くにあるあのタワマンっす。はぁ、あそこに引っ越す。ええ、あそこからの景色が最高なんだ。バカバカ、お前、あそこに住むのは金持ちだぞ。俺らみたいな普通のサラリーマンは安いとこ住んだ方がいいって。その方が金も貯まるし。そうだぞ、一人身の時に金貯めとかないとマジで後々困るぞ。いやいや、ちょっと無理した方がいいですって。無理って、お前、分相応ってもんがあるだろ。俺はやめといた方がいいと思うけどな。後々で絶対苦しくなるぞ。そうですかね。ああ、こいつらやっぱりバカだ。金は使わないとダメなんだって。お前らみたいに結婚して小遣い制になったやつらはわかんねえだろうな。ああ、かわいそう。俺は先輩たちの無駄な助言を無視してタワマンを契約した。確かにローンは痛手だが、あゆみちゃんを落とすためなら頑張れる。それにタワマンから見る景色は最高だった。高い場所から貧乏人を見下せるところが俺は気に入っていた。あゆみちゃん、俺タワマンに引っ越しちゃってさ。そうなの。まあこのくらいは余裕だし。うわー、ともやさんすごい。部屋からの見晴らしもいいし、来てみない？じゃあお邪魔しちゃおっかな。次の日、どうぞ俺の城へ。お邪魔します。どう？わー、結構高いね。だろう。下にいる貧乏人はこんな景色見られないんだぜ。それでちょっと聞きたいんだけど。お、なになに？この家、家具揃ってないけどどうしたの？やべ、引っ越し代とローンだけで手一杯で家具はまだなんだよな。どうやってごまかそう。おや、あゆみちゃんを呼びたいしさ、あゆみちゃんの好みに合わせた家具を揃えようと思ってるんだよね。私の好きなものを言っていいの？私のお客さんに家具屋さんがいるんだけど、その人のやつとかすごくかっこいいし可愛いのが多いの。これなんだけど。うわ、マジかよ。椅子一つだけで10万？こんなので全部揃えたらいくら金がかかるかわからんぞ。高かった？いや全然、このくらいならお値打ちだよ。
じゃあこのブランドの家具で揃えておくからさ、また遊びに来てよ。来る来る。数日後。よっしゃ、これで高級家具も揃えたし、そろそろあゆみちゃんも俺になびくだろうな。まあ高い買い物だったけど、このぐらい支払えないと男じゃないよな。あゆみちゃん抜いてた家具全部揃えたよ。本当？すごい。それでさ、よかったら俺の家に遊びに来ない？私もお友屋さんのお家に遊びに行きたいんだけど、ちょっと最近お仕事が忙しいから、予定が空いたらでもいい？もちろん、来てくれたらいいワイン用意しておくからさ、一緒に飲もうよ。うん。給料とボーナスでは足りず、キャッシングから金を借りて俺は家具を揃えた。その時気づいたんだ、金を借りればもっと何でも買える、もっともっと高級なものを揃えればあゆみちゃんも振り向いてくれると。よし、まだまだ買うぞ。俺はそうして高級なものを借金して買い、何度も何度もあゆみちゃんにアタックをした。ちょっと忙しくて。でもあゆみちゃんはなかなか俺と深い仲になってくれなかった。そんな生活を続けていた俺はいつの間にか多重債務者になっていた。まずい、返せる当てがない。借りたらやばい場所からも借りてるし、これ以上は。金光さんの勧めるオンラインカジノ、初回登録すると10万ポイントくれる。はあ、まあこんなんで当たるわけねえよな。まあでも10万ポイントもらえるなら気晴らしに遊ぶか。嘘だろ、俺はオンラインカジノでものの30分で500万円もの大金を手に入れていた。その時に俺は思った、俺ってギャンブル運が強いんだ。この金使ってもっと増やせばいいんだ。勝てる勝てる、俺なら絶対に勝てる。2時間後。やっぱり俺にはギャンブル運があるんだ。2000万ゲット。世の中ちょろいわ。よっしゃ、この金使って我慢してたもの買うか。我慢はよくねえからな。とは言っても家具もあるし家もあるし、他に何かあるか。ああそうか、車か。あゆみちゃんを迎えに行くのにタクシーなんかじゃカッコつかないしな。よし、そうと決まればあゆみちゃんに好きな車種聞かないと。あゆみちゃんさ、好きな車ある？俺今度車買おうと思うんだよね。私車とかよくわかんないけど、外車なら何でも好き。外車か。あゆみさん、あちらの席に。あ、はい。じゃあまたね。うん、外車か、結構値が張るよな。うわ、やっぱりクソ高い。2000万でも足出るぞ。おい、あんた外車欲しいのか。うん、まあでも2000万以上するし、どうするかなって。オークションでも2割引きくらいだし、俺のとこなら3分の2くらいの値段でいいの買えるぞ。え？俺車の売買やってるからな、特別なルートで手に入れてるから安いんだよ。本当ですか？欲しいやつ教えろよ。これです。おお、これなら1週間で見つけてきてやるよ。その代わり現金で一括で支払ってもらうぜ。わかりました、払います。毎度。ほらよ、注文通りのもんだ。手続きやらなんやらはやっておいたから今日から乗れるぞ。うわー、かっこいい。で、金は？用意してますよ。オーケーオーケー、これでこの車はあんたのもんだ。楽しめよ。いやっほー。もしもし、あゆみちゃん、外車買ったからドライブしない？え、本当に？行く行く。どう？この車。うん、すごくかっこいい。あゆみちゃんが好きだと思って買ったんだよね。本当？嬉しいな。ありがとね、ともやさん。あと一押しで、あゆみちゃんは俺の女になる。やばいな、金がなくなってきた。うい、飯行こうぜ。今ダイエットしてるんで今日はここで寝てます。おお、無茶するなよ。くっそ、腹減った。なんか
最近痩せた？ああ、ちょっとダイエットでね。あ、お酒とおつまみおかわりちょうだい。あ、はーい。大丈夫だ。俺はタワマン住みで高級会社持ち。普通の奴らとは違う。俺だけが特別。俺だけが特別。俺だけが特別。まあ、金なんて俺のギャンブル運ですぐに賄えるからな。バカどもは必死に汗かいて働くしかできないもんな。1時間後。負け額が3000万だと。いや、違う。俺はギャンブル運が強いはずなんだ。そうだ、もっとやればいつか勝つはずだ。さらに1時間後。やばい、負け額が5000万超えた。これどうやって返せばいいんだ。今月の返済金もあるし、俺はどうしたら。とりあえず会社売るか。あゆみちゃんには飽きたから売ったって言えば。はい、何ですか。金原智也さんですよね。あなたの持っている車に盗難容疑が出ていまして。は？少し前に捕まえた男が自白しましてね。それであなたに売ったと言っていまして。そんなちょっと署までご同行願えますか。はい。俺は警察に呼ばれて男から買った車のことを根掘り葉掘り聞かれた。あの車はやはり盗難車だったらしく、俺の手元から離れることになってしまった。俺は事情聴取のために何度も警察に話を聞かれることになり、何度も会社を休むことになってしまった。盗難車に乗っていたなんて言えず、ごまかして何度も休む俺を上司は心よく思っていなかった。1週間後、俺は取り調べの疲れを癒すべくあゆみちゃんの元に来ていた。だけどやめた。はい、つい2日前に。お前か、あいつにどんだけ貢いだと思ってんだよ。あいつ連れてこい。いや、それは連れてこいって言ってんだよ。あいつ、離せ。二度とこの店に来るな。二度と来るか、バーカ。寝れない。はい。おい、金返すって言ってたよな。なんで返してねえんだよ。もう待てねえぞ。そっちの住所知ってること、お前分かってるよな。やばい、外に出たら何されるか分からない。でも金もない。どうすればいいんだ。どうすれば。もう無理だ。会社なんて言ってられない。無理だ。1ヶ月後。あれ、智也は？無断欠勤続けて自主退職だとよ。まったく迷惑な話だ。まあ、あいつ自慢ばっかりしてたし、ちょうどよかったかもな。確かにそうかもな。3年後。違う。こんなの、俺の人生じゃない。違う。こんなの、俺の人生じゃない。くさーい。ほら、早く行こうよ。俺の両親が待ってる。うん、たけし君、私もついに結婚して寺内になるのか。楽しみ。俺もあゆみと結婚できて嬉しいよ。違う、こんなの俺の人生じゃない。俺の人生はもっと派手なんだ。だから違う、こんなの俺の人生じゃない。俺の人生じゃ。I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude. チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。